皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではドキサバ海編続きからやっていきましょう。文ちゃんはいた、ウバサはどうかな、ある、これどっちだろうな。いやでも文ちゃんがいるから文ちゃんのところに行こう。文ちゃん誰ですか。ああ、何でしょう。ああ、カイ君。ヤーに聞きたいことがあるんだが、いいか。ダメです、すいません、今はダメなんです。すいません、今はダメなんです、手が離せなくて。そうかよ、ならいいや。じゃあな。じゃあね。ブンちゃん、聞きたいことがあるんですけど、いいですか。ちょっと驚いちゃったじゃん。ん？なんだ？ブンちゃんの下の名前、ブンタ？ブンタだけど、何か？ちょっと変わった名前だなって思って。ああ、まあ確かにね。テニプリのキャラって、いそうな名前と、いなそうな名前があるもんね。まあそれはどの漫画もそうか。お前、容赦ないな。あ、ごめんなさい。すいません。確かに変わった名前だと思ってるぜ。でも嫌だと思ったことはないな。それに絶対覚えてもらえるから得だぜ。へえ、そうなんだ。そうですか。テニス部の連中も気軽に呼んでくれるしね。え、真田先輩は呼んでたっけ。いつかはお前にも。おう、うん。てか私はずっと呼んでるよ。ブンタじゃなくてブンちゃんだけど。え、何ですか。なんでもねえよ。気になるな。7時半、ブンちゃんはいた、噂はなくなっちゃった。じゃあブンちゃんのところに行こう。ブンちゃん誰ですか。よう。何でしょう。ああ、ジャッカル、お前に聞きたいことがあるんだが、今いいか。ダメです、すいません、今はダメなんです。すいません、今はダメなんです、手が離せなくて。ああそうか、そりゃ悪かった。じゃあまたな。またね。ブンちゃん、何この音符。よう、なんだ、ご機嫌だな。わかります。そりゃわかるって。で、何がそんなに嬉しいんだ。ブンちゃんに会えたこと。ありものの材料でビスケット作ってみたんですよ。またなんか作ったの。へえ、オーブンもないのにか。そうだよね、オーブンもないのにどうやって作ったの。石を組み合わせて小さい石窯もどきを作ってみたんですよ。意外とうまくいきました。そんなことやってたんだ。お前、いつの間にやらいろいろやってたんだな。ねえ、つぐみにも手伝ってもらったんですけどね。あ、つぐみと。それにしても大したもんだ。それでビスケットはうまくできたのか。そうよ、そこが問題。はい、それがもうパーフェクトに。パーフェクト？この子の言うパーフェクトは分かんないからな。見た目は別としてだろ。そうね。ふっふ、甘い、甘すぎますよ、ブンちゃん。お、え、まさか。見た目も含めてパーフェクトです。おお、そりゃすごい。どんなんだ、見せてくれ。見たい。はい、これです。おお、これ本当にお前が作ったのか。なんで写真ないの。なんでパーフェクトに仕上がった写真ないの。もちろん。信じられねえ、本当に完璧だ。でしょ。食ってみていいか。はい、ええ、いいですよ。そんじゃ。どうです。すげえ、味も完璧だ。やるな。ありがとうございます。ん、おジョッコル、なんだ、ビスケット焼いたのか。はい。あ、ジョッコル、ジャッカルも見てくださいよ。これ私が作ったんですよ。え、お前が。嘘だろ、ちゃんとした形じゃねえか。
もうみんなに知れ渡ってんだね。嘘じゃないですよ。味も完璧です。よかったらどうぞ。お、そうか。それじゃあ遠慮なく。待て待て待て、ジャッカル。そいつは俺んだ。おお、独占欲。あ、奪ったよ。おい、ブンタ、よせって。こいつの作ったのは俺が全部食べるんだよ。ほほほ、なんか子供の喧嘩みたい。やれやれ、しょうがねえな、ブンタは。ジャッカルは大人だね。ブンちゃん。なんだよ。仕方ないですね。ごめんなさい、ジャッカル。また今度ということで。いいいい、ブンタがすごい目で睨んでるしな。俺は退散するぜ。睨んでるかな。早く行けよ、ジャッカル。おお、なんかこうなるとジャッカルかわいそう。おお、こわ。じゃあな。はい。ブンちゃん、今のはジャッカルがかわいそうですよ。いいんだよ、お前の作ったもんは全部俺が食ってやるから。嬉しいけどさ。しょうがないですね、もう。お、結構上がった。8時。文ちゃんは噂いない、トイレか。じゃあ噂聞きに行くか。雪村先輩。雪村先輩。いや、文太のことで知りたいことがあるみたいだね。そうなんですよ。はい、その通りです。それじゃあいいことを教えてあげるよ。何ですか何ですか。文太の好みのタイプはね、物をくれる人らしいよ。あ、それ知ってます。キーワード、丸い、物くれる人を入手。物をくれる？そう、特に食べ物をくれる人が好きみたいだ。なんで雪村先輩がそんなことを知ってるんだろう。変わった好みのタイプですね。でも、文太らしいだろ。まあ確かに、確かに。8時半。ブンちゃんはいた。ブンちゃん。ブンちゃん、こんばんは。最近よく会うな。そうだね。そうですか。あ、まあいいや。この島に漂着してから結構経ったけどよ、調子はどうよ。だいぶ慣れました。そうですね、初めの頃はわからないことだらけで苦労したけど、みんなが助けてくれたのでなんとかなってます。みんなか。おお、みんなに食いついた。はい、皆さん親切にしてくれるので助かってます。困ったことがあったら気軽に言ってくれ、俺がなんとかしてやる。おお、いいか、一番最初に言いに来いよ。はい。はい。優しいな、文ちゃんは。9時。ん？なんだ、パチパチ言ってるけど。では見せてください。ん？なんだ？ああ、これなんだが。なるほど、いろいろ興味深いですね。あ、もしかして探索に行くのかな。本当にそれ宝の地図なのか。どうしたんですか皆さん。おっと、なんだ。皆さん集まって何の話かなと思って。昼間の地図のことでな、水木が気になることがあると言って地図を調べてるんだよ。そうなんですか、地図を。それで何か分かったのか水木。ええ、
確かにこれは相当古い地図のようですね。それにうっすらとですが文字が書かれているようにも見えます。文字？文字が？少し見づらいですね。もう少し火に近づけないと。あ、これもしかして炙り出しなんじゃないの？おや？ほら。お。おい。それ。よくわかんない。文字が浮き出てきたぞ。もしかして炙り出し？興味深い。まさかこんな単純な仕掛けになっているとは。水木、なんて書いてあるんだ。読めますか。大海をばっこせし海賊の王様、樹脂王の宝物、この地に眠れり。なんかすごそう。宝物って財宝のことか。樹脂王とかいう海賊の宝がここに眠っているという意味でしょうね。おお。他には何か書いてねえのか。あとは道のようなものが書いてあります。ん？それ洞窟の地図じゃないのか。かもしれませんね。いくらか入り組んでますが何か船のようなものへの道がつながっています。おお、興味深いね。船、海賊、宝、やっぱそれ本物じゃないか。それにしては仕掛けが安っぽいですが興味はそそられますね。調べてみます。本当に財宝があるんだったらワクワクするぜ。海賊の宝か。面白そうじゃねえの。行くっきゃねえだろ。しかし跡部君も言っていましたがあの洞窟は危険ですよ。確かに一度崩れているからな。だが崩れて埋まったんじゃなくて崩れて出てきたんだ。だったらもし崩れたとしても埋まる危険は少ないんじゃないか。そうだといいけどね。なるほど。実際に見てきた赤澤部長がそう言うのならそれは可能性が高いでしょうね。わかりました。明日このメンバーで作業時間を利用して洞窟の調査に行きましょう。あ、全員で行くわけじゃないんだ。おお、了解だ。ただしこのことはあくまで内密に。それではまた明日。はい。あ、そっか、つぐみにも内緒にしなきゃいけないんだ。はい。え、何？どうかしたの？なんだかさっきからぼーっとしてるけど。え、そうかな？そうかな？うん。何か悩みでもあるの？ううん、ないよ。ううん、大丈夫よ、大丈夫。そう？だったらいいんだけど。それより、明日も早いんだからそろそろ寝よ。うん、ランプ消すね。うん。いいよ。おやすみ。おやすみ。おやすみ。次の日へ。8月1日。あれ、いつもと違う場所だ。よ、おはよう。おはよう、ジャッカル。あ、おはようございます、ジャッカル。ちょうどよかったぜ。ブンタのやつまだ寝てやがんだ。お前起こしてやってくれねえか。え、いいんですか。え、私が。俺真田に呼ばれててよ、急ぐんだ。あ、真田先輩に。中入っていいんですか。ああ、中はブンタしかいねえ。じゃ頼んだぜ。おお、中はブンちゃんしかいない。ああ、本当にいいのかな。寝顔取っちゃおう。中はこんな風になってるんだ。失礼します。ブンちゃん起きてますか。二段ベッドだ。新手にみたい。
まだ食い足りねえ。かわいい。寝顔のスチールないかな。ある意味お約束だけど、もう食えねえじゃないところが文ちゃんらしいかな。うん、かわいい。文ちゃん、朝ですよ。起きてください。うん、うわ、なんでお前が。ああ、寝顔のスチールなかった。ジャッカルに頼まれたんです、文ちゃんを起こしてくれって。ジャッカルが。はい。もうすぐ朝食ですから、早く支度してくださいね。うん、ジャッカルのやつ、気を利かせたつもりか。わあ、では朝のミーティングを始めるか。その前に報告がある。何ですか？報告？今日から比嘉中の面々も俺たちと共同の作業を行うことになった。今日から？そういうわけですので、よろしく頼みますよ。え、何があったんですか？ま、今までのことは水に流して仲良くやるさ。何この手のひら返し。今さらカリカリすんな黒羽。今人手が欲しいんだからな。薪のことだね。薪？ああ、思ったより薪の消費が多い。時折取りに行ってもらったり、山側からもらったりしてるが。それでも足りないの？流木を拾ってるだけじゃすぐに足りなくなる。確かにな。だからといって夜の焚き火がないと危険だしな。そうね。そういうことだ。今日の探索は中止。薪を集めることを優先して作業を行う。いいな。いや、ちょっと待って。探索は中止してもらっては困ります。いいよ、わかった。昨日赤澤さんが言ってた洞窟って行っちゃダメですか？ケンタロウ、今行っちゃダメ。同じことを言わせんじゃねえ。ダメだっつったらダメだ。そうですか、残念だな。葵くんも誘ってあげますか？あ、どうします？いや、やめとこう。これ以上人を増やすと計画がバレる可能性がある。あ、まあそうね。なるほど、もっともです。そこ、死後は慎め。あ、水木さん。ああ、すまんすまん。今朝のミーティングは以上だ。解散。はい。ん、文ちゃん。いや、何でしょう。ああ、文ちゃん、何ですか？面白いとこ連れてってやるよ。面白いとこ？洞窟じゃなくて？面白いとこ？今ですか？おっと、今じゃねえ。10時に広場まで来てくれ。待ってっからよ。じゃあな。10時？あ、面白いとこってなんだろう。文ちゃんからハートマークが出てる。行かなきゃ。え、行動ポイント4つも減るの？探索みたい。文ちゃん、よ、来たな。待ってたぜ。お待たせしました。はい、それで面白いとこって？ま、ついてくりゃわかるって。行くぜ。はい。あ、はい。最近お前、何かいいことあったのか？いや、ないです。え、どうしてですか？なんかよ、いつ見てもニコニコしてる気がするんだけど。そうですか？それはですね、文ちゃんと一緒だからですよ。おお、言った。そうかそうか、言うじゃねえか、お前もよ。
あれ、なんか冗談に捉えた？本当ですよ。お、ありがとな。なんだこの会話。お前、そうやって笑ってばっかだけど、何か悩みとかないの？悩みですか？悩みですか？そうですね。ありますよ、悩みくらい。なんか怒ってそうだな。あるわけないじゃないですか。うわ、バカっぽい。悩みがないのが悩みかな。うん、これかな。悩みがないのが悩みかな。悩みがないのが悩みかな。そんなもんは悩みじゃねえ。あ、ごめんなさい。あー、これでも真剣に悩んでるんですよ。悩んでるんだったら悩みはあるじゃねえか。だったら悩まなくていいだろ。なんかややこしい。でも悩みがなくなると悩みがないって悩みがまた出てくるんですよ。ややこしいな。お、そっか、確かにこいつは真剣な悩みだ。そっかでしょ。あ、これで上がるんだ。お、ジャッカルのフォロー。ところで文ちゃん。ん？なんだ？文ちゃんってジャッカルと仲がいいですよね。そうだな、あいつがいると安心していろいろと無茶ができるからな。その代わりジャッカルは苦労してるけどね。あんまり無茶はしすぎない方がいいですよ。無茶は俺の専売特許だね。あ、そうなの。ジャッカルが大変ですよ。ま、あいつに苦労をかけるのは悪いと思ってるがな。おう、私も心配ですよ。え、そうか。じゃあちょっと考えてみるかな。お願いします。もうめっちゃ上がった。お、物くれる人。そうそう、雪村先輩に聞いたんですけどね。ん、何をだ。文ちゃんって物をくれる人が好みだって。ただの物じゃないぜ、食い物だ。それも聞いた。それも聞きました。しかもな、最近それにもう一つ条件が加わった。何ですか。え、何ですか。ただの食い物じゃダメだ、うまい食い物じゃないとね。うまい食い物。要するに美味しい食べ物をくれる人になったわけですね。そういうことだな。ますます文ちゃんらしいです。気づいてねえの。おおほほほ、おおおほほほ。え、何がですか。うん、いや、なんでもね。そうですか。はあ、あれ、これマックスになったんじゃない。お、マックス。前から不思議だったんだがな。何ですか。何ですか。お前、なんで俺のことを名字で呼ぶんだ。いや、私文ちゃんって呼んでた、ごめん。え、普通これだけ仲良くなったら名前で呼ぶだろう。え、いいんですか、呼んでも。いいんですか。当然だろい。じゃあ文太さん、なんか違和感あるな。お、なんだ。わあ、ありがとうございます。あー、なんか新鮮な響きですね。そうだな、ちょっと照れますけど。うん、え、もうこれ以上上がらないよね。かなり歩きましたけど、まだ遠いんですか。疲れたか。あ、大丈夫です。いえ、まだまだ平気ですよ。そうか、もうすぐ見えて、おお、見えてきた。 あそこだよ。おお、砂浜。ここですか、面白いとこって。あー、もしかしてゆうたが言ってた泣き砂か。そうだぜ。何の変哲もない砂浜に見えますけど。何も言わずにあそこまで歩いてみな。あ、やっぱり泣き砂か。はい。え、こんな音すんの。あれ、何この音。あ、もしかしてこれって泣き砂ですか、ゆうたが言ってた。
ああ、そういうことだ。わあ、泣きすなってこんな音なんですね。面白い。なんか窓掃除してるみたい。気に入ったみてえだな。はい。はい、面白いですよ。文太さんも一緒にどうです？呼んでみました。おう、そうだな、一緒にやるか。はい。ああ、楽しかった。そうだな、思わず夢中になっちまったぜ。そこのスチルが欲しいな。楽しいところに連れてきてくれてありがとうございます。いいって、俺がお前と一緒に来たかっただけなんだからよ。わあ、嬉しい。あ、はい。あ、風が気持ちいいな。そうですね、そうですね。ああ、その女、告白しようとしてる？はい。手握ってもいいか？いいに決まってるじゃないですか。え、あ、嫌だったらいいんだぜ。嫌じゃない、嫌じゃない、嬉しいよ。いえ、どうぞ。うん。うわあ、あ、いい、いい席、いい。もうちょっとこうしていていいか？はい、はい。ん？なにこれ？え？え、なにこれ？銀河系出てきたんだけど。文ちゃん、何をひらめいたの？え？好感度マックスなんだけど。これってもしかして爆上がりのサイン？12時。今朝のミーティングの通り、午後からの探索は中止。薪の調達をメイン作業とする。はい。海岸の流木でもいいが、雑木林の薪を重点的に集めろ。分かったな。了解です。少し場所が遠くなるな。仕方がないよ。ええ、そもそも人類の文明とは、森林を伐採することで発展してきたものですから、森林なくして今の文明は成り立ちません。古代の文明をご覧なさい。ことごとく森林を伐採し尽くし、砂漠化を進め、その環境の変化で文明は滅んでいます。なんか水木さんの言うことだと、薪を拾うのはいけないことのように聞こえるけど。水木、お前の言い分を聞いていると薪を拾うのは悪いことのように聞こえるぞ。赤澤先輩も同じこと考えてた。そんなことはありませんよ。日本では江戸時代より入合山制度というものがありましたからね。植林さえしっかりしていれば問題はないんです。それに薪を拾うということは、その森林の保護にもつながります。土壌の過度な腐葉土化を防ぎ、森林限界の発生を遅らせ。工作はいい、水木。薪を拾って森林保護なんざ今考えなくていいからな。まあそうだね。そうですか。今回は各自の判断で作業を行え。以上。はい。じゃあ私たちは洞窟へ行きますか。お、探索しかない。そして文ちゃん。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。